リスタル AAO チームクリスタルが日曜ゴールデンタイムにも参上。ワクワクドキドキが止まらない大人たちはいかが誰かのために何ができるのか。できることはたくさんあるはず。何ができるかじゃなくて今できることを考えてやってみましょう。一人でできないことはみんなでやろう。その通りですよ。クリスタルの狼日々奮闘中でございます。この指止まれ。いつでもどうぞ。あなたが欲しい花一問目目優しい2月も真ん中に近づいてまいりました。早いね1週間ね。ほんとなんかこ私去年まで割とねそんなに早くなかったもん。なんか言ってたそれ、うん、ちょうどだったんだけどそれがいいんだってね、うん、だけど今年は早い。なんだろうな、ちょうどいいのがいいね。ちょうどいいがいいな、もう週末とかさ、なんか行き急いでんのかな。いや去年の方が私忙しかった。今年は結構なんだか家でいろんなの作ってたりね、なんだりする時間が、おかしいね。その方が早く過ぎちゃうってなんだろう、ね、楽しいことやってるからかな。ナイスそうかもしれないね。そうかもしれないね、やらねばならぬことに追われるとさ、なんかなかなか確か大変だったしね思い出すな思い出すなだけどあの多分ね、はい、まあ、希望もあるけど、うん、去年ってきっとクリスタル、今クリスタル自体は8年目でしょ、はい、多分去年って一番大変な時期だったんじゃないかなって後から思い返してもそうなんじゃないかなと思うぐらい、結構いろいろなかった。まあ、あの私の過去ね、まあ、関わらせていただいて7年の歴史の中では超ヘビーでしたよ。でしょ、はい、あれ超えちゃったからさ、うん、なんだかわーっとなくなっちゃいないんだけど、ちょっと私たちの手からは離れたから、あまあその専門家の方がなんとかするんでしょぐらいな思いがあるから、ブーメランになって戻ってこないようにって思ってますよ。うん、そんなものつけさせません。来たところでまた打ち返すから。あ、そういう意味でバレーボールのほらアタックで。アタックですか。アタックで。もう引退したんですけどね。そういうの。頑張って。何十回も言いますけど。ねえ。楽しいことしてるからね。ねえ。じゃあいいことじゃん。素晴らしいことですよ。楽しくないと人生。毎日。何してる時が一番嬉しい？私ですか？今？うん、今たった今だ。知ってる。二文字じゃない？そう。ピンポン。寝る。はい。よくわかります、ね。今はもうとにかく。あ、そう。まあね、ちょっとワンコさんが大変だったからさ。ね。よく頑張ってるね、母ちゃんね。まあ母ちゃん頑張らないと世の中もありませんからね。そうなんですよ。他に当てになるやつがうちはいないもんね。ちょっとさ、うちほら、あの今一緒にね、父ちゃんっていうんでしょ、はい、で息子たちが大きくなってきてるから、うん、今ちょっと仕事でかかってるからさ、見えるにね、うん、小さい時ね、かまってないんだから今頑張れって言ったらね、なんて返事がしたと思う。はーいだって今とまたちっちゃい時と全然違いますよね。一番いなきゃいけない時にさ、多いよ。いないのにね。そんなもんだ、ね。いいとこばっかりでも困りますよ。笑っちゃった朝。はーいだと。伸ばすなって。受けたけどね。笑っちゃった。まああのせっかくこうね、ワンコもそうだけど、うん、子供持ったりワンコ持ったりさしたらさ。うん、せっかく家族になったんだからさ、楽しんだらいいよね。そうなんですよ。で楽しいだけじゃなくてさ、あのワンちゃんだってほら体調崩す時だってあるじゃない。お世話することって幸せなことだからね。本当に絶対帰ってくるからね。なんかやっぱりね、通じ合えたり、ね、お互いにこう認め合えたりさ、理解し合えたりっていうことが、何かそういうことをきっかけにね、本当関係が変わっていくことって人も動物たちもあるから、少なくとも女性の人たちっていうのは知ってるからさ、それが嬉しいことだからやっちゃうんだよね。そう、またやっちゃうんだよね、やりすぎ。むしろ探してやっちゃう。そうだよね。そうなんかないかいですよ、それで。まあ、いや何
役割だからね、うん、役割分担でもいいことだよ。あ、ちょっと大変だよ、オープニングだよまた。さあ、この番組はチームクリスタルの新たな応援スタイルを皆様にお届けします。どこからでも何度でもできることで参加できますよ。クリスタル AAO のスタートです。虹色カフェへようこそ。とっておきのあなたのカフェ時間、好きな曲を聴きますか？行き交う人たちを眺めながら自分に戻る時間がそこにはあるかもしれませんね。忙しさの中で忘れてしまいそうな日常の中にある優しい出来事や言えなかった思い、気づけなかった真実に触れる場所、そんな虹色カフェから素敵な時間のおすすめ。バレンタインデー。世の中はいつからかバレンタインデーなる行事が始まったのだろうか。私が中学生ぐらいの時にはもうあった。手作りしてみたり、義理チョコ準備に腹が立ったり、結構お金がかかるんだもの。本命だけにね、こっそりあげたいですよね。最近は女子からももらったりします。完璧にチョコレート戦略に巻き込まれてるでしょう。どこもかしこもレジ周りにチョコだらけ、ずるいよね。一つくらいは買っちゃうじゃない。3月になればホワイトデーだって、もう取ってつけたみたい。もはや誰が誰に義理もあるのかってとこですよね。愛の告白を茶化すんじゃないか。誰も真剣な気持ちで渡さないか今は。で、虹色カフェではバレンタイン祭りなるイベントを考えましてね。14日はチョコ三昧持ち寄りパーティー。もらったチョコでもいい、作ってもいい。まあ朝からカフェの中が甘いのなのって、翌日でも香りが残ってるくらいです。常連さん男子部はしょうがないなぁと言いながら、苦めのコーヒーとともにチョコを食べる。本当の話かどうかもわからないバレンタインデー自慢、最高にもらった後数の自慢話。そこにただいまイケメン小学生の山本家次男のたけるくんの登場で、その話は終わる。去年は学校帰りに大袋2つ、33個のチョコレート、誰も勝てやしない数、一クラス以上じゃない。男子入れなかったら2クラスの女子全部からじゃない。すごすぎでしょ。そしてたけるくんのクールな感じがまたいいのよ。あ、僕食べきれないからお店に来た小さい子にあげてください。お礼にね、ホットミルクを出すんだけど、ありがとうございますって丁寧にお礼を言って帰ります。はい、残された常連男子部の皆さん、一ついただきますねと、たけるくんが帰っていった方向に向かって、ごちそうさまなんとも平和な時間でございます。さあ、当店のおすすめはちょっぴりビターでスパイシーだけど、後からじわじわっと心の奥の方に届くあなたへのメッセージ、お持ち帰りくださいませ。虹色カフェの営業時間は日曜の夕方から日付が変わるまでとなっております。あなたのお越しを心よりお待ちしております。ワンワンマームのお部屋。マームがやってきた。ドーン。ドーン。さあ、今日のマームはね、今日はマームです。マームです。最近パパの最近パパを、ね。今日はマームです。先日、太田先生大変ですってメッセージが来た。電話じゃないや。今電話のふりしたけど。電話なのにメッセージ。メッセージ。形は電話。ものすごいトラップ。それもなんか昔の電話。あ、そうそうそう。だいぶ大きい受話器ね。うるさい置いておいてメッセージが来て、大変ですって、なんだろう、相談があります。うんうん、なんだろうと思ってみたら、バーニーズのね、2歳8ヶ月だけ、2歳3ヶ月そうなんですよ。バーニーズのね、外側の女の子がね、行くところがないんですって。どうしよう、私だって、いやもう決まっちゃったよ結論から言うと、もう決まっちゃったんですけどでその時にお外で飼ってたから、まだね、不妊手術もしてないし、でどうしたのって聞いたら、お引っ越しをするってわけ、飼い主さんが、うんうんうん、で
今月の中旬後半かな、うん、にもう引っ越しだから、うん、それまでに決めなきゃいけないって言って、決まらなかったらどうしようって言って言ってるって。え、もう引っ越すのにワンちゃん飼ってるのにワンちゃんが飼えないところに引っ越すの。そう、意味がわからないんですけど、ね、そんなにね、まあ、そのちょっとふつふつとした思いをこっち置いといてあるんですよね。いろいろこっちそう、今日棚上げ多いんですけどねそう、それでね、とにかく、まあ、お仲間たちがそういう大きなワンちゃん飼ってるお仲間ね、お友達ってみんな仲良しだから、うんうん、そう、お友達たちがそれは大変だ大変だって言って、うんうん、もういっぱいいろんなとこ当たってくれてるんだけど、なかなかちょっとはちょっとで飼えないもんね。飼えない、だってそれもお家にいなかった子ですよ。外にずっと3年近く暮らしていて、それをね、迎えましょうということになると、やっぱりなかなか準備もね、時間もそんなにないし、うんうん、で困った困ったって、太田先生なんか心当たりありませんかって、であるいは私ボランティアの、ね、団体でいろんなお手伝いしてるから、うん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 、お手伝いしてくれる団体ありませんかっていうご相談だったのね、うんうんうん、あ、それ大変だなって思って、で、まあ、いろんなアドバイスもさせていただいて、基本はね、うん、でその時にも言ったんですけれど、あの結局飼い主さんが手放すわけだから、飼い主さんが責任持って最後まで次のお家を見つけるっていうのが、うんうんうん、まあ最後まで修正しようはまあ大前提としてね、うんうん、でもいかんともしがたい事情があった場合は飼い主さんの責任でやりましょうっていうのが基本だから、あの動かないよって、うん、だってそんなことにもお家がない子たちがいっぱいいて、団体さんはそっちで大変なんだから、あ、ね、そうだよね、今日とか明日の世界だからさっていうこともお話をして、うんうん、そうですよねそうですよね、でももういっぱい頭がいっぱいなわけよ、うんうん、早く救ってあげたくて、うんうん、で、まあ、いろんなことをお伝えして、分かりましたって、じゃあもうちょっとこうしてみます、ああしてみますって言ってアドバイスをしたことを、まあ、参考にしてもらってね、いろいろ動いてくださって、途中経過が来るわけですよ、うんうん、今こういう状況でこの人とこの人にお話をしたら、あのパパに相談してみるってって、うんうん、ここで決まったらいいなって思うんですけど、また報告しますって言って、うんうん、そんなやり取りがね、こう 2,3 日あってね、うん、で、一昨日ぐらい、先日ぐらいですね、あの決まりましたってすごいメッセージが来たのよ、うん、立派ママって、うん、素晴らしいママ偉いって言ってさ、話をしてね、うん、でその方はそのマームは自分がボランティアの活動してるとかそういうこと一切ないんだよ、今まで。もすごい、だから全くないの、経験もないし、気持ちオンリー。そうそう、でもねその時すごく嬉しいこと言ってくださったんだけど、うん、もういつもラジオ聞いてくださってるんですよ、金曜日も日曜日もね、うん、聞いてくださって、その超主観的な話を聞いて、でもね学びがいっぱいあったんですって。そう、嬉しい、本当に。だからその研修のお話をする時の説明だったり、うんうん、あとは、まあ、そのボランティアのね、あの立場からのいろんなお話だったり、うんうん、あとは聞かなければいけないこと、うんうん、迎えてくれるお家にちゃんと確認しなきゃいけないこととか、本当にあの私聞いててよかった、うん、勉強しててよかった、よかった、そうそう、そんなことも含めてね、そう、あのいろんなことを楽しみながら聞かせてもらってますって、うんうん、そういうことはきっと栄養になって、うん、いざそういうことをやりましょうって言った時にも、うん、すごくね、あの能動的に動けたりとか、うん、あとまあ私にいろんなことを質問してくれたりとかっていう行動にちゃんとそれが現れたんだと思うんですよね、うん、知ることって本当にさ、うん、ある意味疑似体験してさ、うん、その人のやってたことを経験した風に、うん、な記憶として残るからね。そうなの、だからやったことがなくても ね、そういうタイミングになったらそうやってこっちからお話できるね、うん、今回きっかけができて、うん、多分これからねまたいろんな話が大人になった時なんかは、うん、もうママはちゃんとこうよって、うん、自分でイニシアチブを取ってね、経験者だね、その経験者になったからできると思うんですよね。それも大型犬さんすごい、ちょっとチワワだって話じゃないからね。でね、あの一つ今回は良かったのはね、そのうちのママも大型犬のオーナーさんだったの。あ、じゃあそうか、ネットワークがちょっとね、そうそう、普通の人よりはあるわね。だからどういう風にすればいいのかとかさ、そんなこともすごくいい経験に今回なったと思うので、まあ、こんなことをだからやってるボランティアさんたちの苦労もきっと分かったと思うしね、またママの口をいろんな情報を伝えてね、その先にいる人たちにいろんなことがまたママを通じて伝わっていくとね、いいなって思いましたね。すごいね、だけど初めてで、まあでもすごいよ、もう大変でしたよ、もうね、
どうしていいかわからないし、どうしたものかとりあえず聞いてみたけどどんなもんかっていうところからのスタートだったんで、でもやっぱり女性ってすごいのよね、そういう時にもう母性だから、うん、もうなんか理由とかじゃないね、ないの、私がやらなくちゃっていうみんながそういう気持ちになって動くんだよね、産んだ気になるからね多分産んだはずって言ったところだよね、本当だから多分この放送もね、聞いてくださるんだと思うんですけれども、素晴らしい、もうママありがとうって、これで一つの命がね救われたし、誰でもできるんだぞ、ね、みんなができるんだぞ、そうなんです、ね、そういうなんか気持ち一つでね行動って変わっていくから、ね、一人でできなきゃ二人にして、うん、三人にして、ね、そう、みんなでやればできるんだぞ、そうなんです、もうそんな素晴らしいね、経験を共有させていただけてとっても嬉しかったので、今日もご紹介させていただきました。ボランティアデビューのママのお話でした。さあ今日は私、はい、ボランティアをする、私あのそうだ、じゃあ今日はここはワンワンマムキリンということでどうぞ差し上げるみっちーなのやったことで私はボランティアができるようになりました、はい、そうか、自分のできることをできることだけでできるときでいいんだなというところで、最初はみっちーのお家に来たちっちゃいチャップとプリン、うん、そうだったね、あれが私の初めての保護犬に関わる、あ、コロコロのコロかわいい、どうしよう、かわいい、どうしようって言ってね、なかなかできることは私なんかしなと思ってキャーキャー言ってたそれよ、キャーキャー言って、うん、なんか作るって言ってね、セーターを作り始めて、そうだね、で保護犬が来るたびにその子を見せてもらって、うん、この子は茶色とかさ、この子は黒と何色とかって言ってね、その子を見てからセーターを作っていたんだけど、今回今年はね、うちはあの、ペットの里ってところを、あとまあもともと道なの、はい、アグリドッグレスキューですね、はい、これを応援していて、でちょっと今年になって、時間ができたのでセーターを次々編み続け、お披露目出てくるよ、いっぱいすごいでしょ、見てよ、ね、広げて広げてこれすごいキリンさん、ほらそれでね、ちょっと計算違いがあって、ペットの里はね一番ちっちゃくても8キロですって言われて愕然そうそうね、メスの子が多かったり ね、そうなんだって、なのでこれはあのこれ今お見せしてるのはアグリ行きちっちゃい子よ、ここだけのね、そう、でもこれセーター伸びるからね、うん、あの子犬ちゃんだったら着れるよ、そうですね、子犬あっという間に大きくなるから、これちょっと大きいのがちょっと、プーさんあ、かわいい、かわいいですよね、茶色と黄色で、ね、そうそう、あ、素敵、うちにもまだ編みかけのだったり、あの去年着てた事件区のオフールもあるし、そしてまあこれはね編みながら、あーこれは女の子よねとか、ちょっと女の子と男の子とここのねお腹側のね、うん、違うんだけど長さが違う、女の子だいたいフリルつけたりね、おリボンつけたり、でそんなことしてる間にまあ、ある意味発注が入りましてオーダーメイドっていうんですか、オートクチュールっていうんですかお見せしてごらんなさい、ね、じゃーん、すごいでしょ、まあまあまあ、今ね、みちな腕にはめてちょっとワンコもどきを作ってやってみてます、もうフリル三昧、すごいよね、あのピンク色でね、ピンクとこれベージュですかね、そうなの、そう、この組み合わせが好きでね、かわいい、これは大竹の15歳、あ、15歳の名ばあちゃんのためばあちゃん、おばあちゃんっぽいこの首は周りが女子を残しといてフリルつけたり、お肌もついてるんだよねオーダーメイドっていうかオートクチュールよね、あのね、その子を持って作るって、そうそう、あの私めいちゃんの場合はダックスフンドなので、あの、まあ、胴が長いからね、で腰がだから違うから、これで、ね、なんでこんな風にフリルがついたかっていうと、あの足りないあと5センチって言われてどうしようと思って足してったって感じ、そうそうそう、あのお尻冷やしたくないので、あの普通のセーターよりも長めにお願いします、あと5センチって言って発注をかけましたあとお腹も冷やしたくないからお腹も長くちょっと長くしてくださいとかね、こんな感じ、可愛い、
じゃあそしてもう一つはね、はい、去年ね亡くなってしまったんだけど、ミッチーなんちの唯一男の子、そうなの、デイ君のためにちょっとね、あの病気してたので元気になりますようにって言って真っ赤なセーターを編んでたんだけど間に合わなくて、うん、お世話に行ってしまったので、はい、であと大竹にいる子はみんな女の子なのよね。そうなんですよ、ああ見えてすごい感じの女子ばかりが残ってるね。そうそうそう、なのでちょっとフリルを足してみたりして今しめ今しめゴージャスな感じに見かけだけでもね女の子っぽくしとかないと男の子ですかって言われる子たちばっかりだから、赤でまたこれレインボーカラーですよね。そうですね、襟のところとフリルと。オートクチュール楽しんだ。もうその子のことずっと考えながらね、こんなんしたら可愛いかな、あんなんかなとかね。これ多分私一生手が動かなくなるほどやるかもしれない。ちょっと軽い検証編になってるかもしれない。これだけ編んだらそりゃそうですよ。だからね、もう時間があると。編み棒を持って編み編みしてるからちょっと休みなさいよとかさ寝なさいよとかって私が言うぐらいだもんね。楽しくてしょうがないんだよね。まあ、分かるけど、だからできるってやってあげられることがあるって楽しいですよね。嬉しいね、本当に。だからできることで私はミッシーはあんま好きじゃないのよ。あ、そうなんですか。嫌いなのよ、なんか大事じゃない機械持ってきてさ、うん、これだってカフェでだってできるし、うんうん、電車さすがだ、あ、かぎ針ぐらいでやっちゃうときあるけど、うん、カフェでやったりするとね、おって見られるんだけどね、かまうもんかと思ってやるんだけど、うん、すぐできるの。へえ、かわいいよね。こんなことでまたほら、私この間あのちょっとエッセイで書いたんだけどね、保護犬ってことはさ、どっかでね、うん、痛い思いがあったり寂しい思いがあったり、でもそれって人間がしたことじゃない。でさ、これはさ手作りだから、私がね手で一目一目編むわけじゃない。だからごめんなさいだったりさ、大丈夫だよだったりさ、愛してるよだったりさ、好きだよだったりとか、これからあの可愛いってね、まあ何も着てなくたって子犬は可愛いんだけどさ、なんかこんなの着てたらもっと可愛く見えてさ、誰かがさお家行こうって言ってくれたら嬉しいなと思ってさ、うちに来た子犬たちはほら、うん、冬シーズンはいつも生体着て、ね、あとマフラー巻いたりしてね譲渡会場でもうアイドルみたいでしたよなんかすごい遠くから見ても派手なんか色々な色がついてるみたいですねなんかそんなでもほら話題になるでもいいしさ、興味を持ってもらうでもいいしね、可愛いって思ってもらえたら嬉しいじゃない。本当ですよ、ね、でワンちゃんもねこういうの着てると可愛いって言われるでしょ。で犬ってね分かるんですよ。分かるよね、人間のね感情分かるから、まあ可愛いって言われたら可愛いでしょって自信にもなっていくのよ。嬉しいまたやっちゃう。だって私昨日ねたまたま一日出かけてる時が出かけてたのずっとね、うんうんうん、どう思ったかしたら、もう早く帰って編みたいって言ってもうやだあの続きを編みたいのっていうねなんか心の叫びがあったのよ。あ、今もう結構流れ族なのよ。で、映画をいっぱい私撮ってるから、映画を見ながらパソコンチェックしながら編み物してる。そういう風になんかできるんですね。全然できる。さすがベテラン。全然。でもね、私キリさんの編み物の仕方って、なんだっけ、型紙とかないでしょ？ないんですよね。目の数とかも自分で数えてやってるだけでしょ？だからできるんだね。あ、そうだよ。ね、だから本当は編み込みとかもできるんだけど、あれやりだすとさストレスになっちゃう。うん。何個しかダメってことでしょ？そう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 。まあ、正確に合わないから。うん、好きに編んだ方がいいもんね。レースがこんなになっちゃったりこんなになっちゃったりまとめちゃったりって、この間ハートパトンリレーでね、すごくアーティストの人が来てね、言ってたよね。私も全然違う、夜の本家の帽子アーティスト、そう教えられないのよ、だってざっとだからって言われた時一緒ですって何ができるか分かんないんだもんね。そうそうそう言ってたよね。だから編み物はいいのよ。なるほど。そう、間違いとかないから。うーん、
ちの子たちはだからサーブ行くときにねずっと毎年編んでくださってるからボロっちくなってても捨てないのよここ穴開いてんだから捨てなさいって言うのに私ができる範囲で糸でねぬいぬいとかしてるんだけどえっと糸でしないそうなんだいい毛糸は毛糸でするあらあって糸で縛ってあります穴を伸びなくなるじゃんそこねだからさしてないとこだけですよあとはもう破けててもいいのうん、重ね着したりとかそれでねペットの里の方がちっちゃい子がいないからって言ってうちの子のねお風呂もあげるってなってじゃあ道なとこもお風呂あるでしょって大きい子が ね, 多いから ねあるからちょっとそれちょうだいしたら、ボロはボロでも本当のボロですそじゃあそれはいいやっていうことあのキリンさんが苔にかかるからさやっぱりこれ本物のボロ、うん、そう見たことないだろすごいんだからうちのボロは一個ボロ私の思うボロは1個捨てた本当きっとそんなのなんだろうなと思っていやとあのね子犬同士って遊ぶでしょまずだから着てたものをわーってかぶりつきながら遊ぶんですよだからすぐボロになっちゃうまずねうちほら一人っ子だからそうだよね遊ぶ人いないもんね全然うちなんかちゃんと寝るとき用の長くて分厚いやつと、うん、お散歩用の涼しいときとちょっと寒いときとかいろいろあるバージョンがあるんだバージョンがあるのよお着替えお着替えって本人は脱がされてわーいっつってのにこっち着るって言うとしょんぼりするのジク好きじゃないから好きじゃないそうでも子犬はそうやって、まあ、遊びながら本当にこっちが歯で毛糸こんなになってやっていやいやいやそうでもなんかそれもね可愛いの本当になんかあの手が入っちゃったりとかそう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 コロンコロンしてたりとかしてねお役に立てたら嬉しいですそうそうもうあの別にいつまでに行くとかさそういうことじゃないからさ、うん、できたら送るみたいな、ね、楽しみにしてらっしゃいましたよ私ご連絡したんですあの旦那さんに本当って言ってた本当嬉しいいやこっちが嬉しいよ、どうしようまた早く会いたいちゃんと仕事しようまたみんながねあの来てくださったお写真なんかもたくさんあげてくださるから楽しみにしてくださいだからこれは本当に私がねほーらって自慢してるんじゃなくて、うん、できることで参加すればいいっていうのも代表みたいなものだからさそうですよ ね, ね何でもいいじゃないそうですよねチクチクのいいものでもいいと思うしさそうそうそう、ね、本当に、ね、ぜひいろんな形でいろんな方々に参加していただけたらなと思っております、はい、これで今年の冬も乗り切れるとよかったねみんなねありがとうございますはい、はい、ではではいたばたミーティングだいぶ溜めましたねうーやっほーみたいなさあただおしゃべりしてるわけではなく意外にいいアイデアやご意見が飛び交う場所そのまま忘れてしまってはもったいない誰かの役に立つかもしれない人生無駄なことなんか一つもないんだからですよねまあ、だいたい年を重ねていった頃にさああ無駄なことなんかなかったわと思うんだけど、まあ、なるべく早く分かってあこれはどうかなあかなって楽しんだ方がいいから先輩たちは言うんだよなそうですね分かんなくても聞いとけってとりあえずね、うん、耳の片隅を急げそうですよねそう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 、先人の言うことは間違いないぞ本当っすちょっと全然関係ない話していい？はい。私ね、父方の親戚全部神戸なんですけど、叔父がいましてね、うん、この間東京に、ついこの間東京に出てきて、鯉、お魚、鯉の錦鯉だ。品評会。わあ、すごい。やるから、え、行くっておばちゃんと言ったの。うん。すごいのね。あの世界も深いですよね。でおじさんのもなんとか賞なんとか賞とか回ってて、へーとか言って持ってらっしゃった。あ、そう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 。そうなんだ、すごい。まあなんかね、本格的。大きさもそうだし、それで1年半ぐらい前に入って、うん、去年なんか優勝しちゃったらしくて、新参者なのに優勝しちゃってね、結構ねごめんなさいみたいな感じだね。すごい。でね。まあ、まずおじさんの見せてもらって、へーとかって、これはとか、どこがいいのとかさ、あれって生まれるのに3
35万匹とかなんか4万匹とか生まれて、うん、それでその中から選ぶんだって、うん、で自分も習ってこれはいらないいらないいらないってなんかあの養殖の養殖養殖なんか外来魚の餌とかになるんだって、うん、あはははは残酷いやいやもうちっちゃいのよそう、ね、それでこれはいいかもしれないこれはいいかもしれないって言ってなんかすごくちょっとにするんだって、うん、だけど本当の人に見てもらったらこれもダメだこれもダメだってすっごいちょっとになっちゃうんだってやっぱりもういろんなことブチが並んでるとか赤が綺麗とか、うん、隣の赤と混じってないとかなんかいろんなのがあるわけへえって言いながらずっと見てたので今年優勝のやつ見るかって言うから行くって言ったら、うん、今までの大きさが例えば手をそうね、手を前に出したぐらいの大きさだとするじゃん、うん、すごいねなんて言ってたらその3倍ぐらいあるのが出てきたの大きいのすごいいくらだと思う1億円だよまあそうでしょうねもうね周りにいる人後でごめんなさいだったけどって驚いちゃったなんじゃこりゃって言っちゃった泳ぐ宝石だからねびっくりしちゃったすごいねでもねほら目が飛び出てるだろうとかねあほらなんかここが腫れてるだろうってこれはね、なんか餌のあげすぎで胃を壊してるんだとかへー目が確かに飛び出ちゃってるんだようーんこの日のために大きくしてるへーって言ったらでもまた食べさせなくしたら治るのへー面白い生き物ってびっくりしたでしょ。こういうのはね、私見たことない。お魚は全然見たことがないです。同じ生き物。爬虫類はちょっとね、若干あのキリンさんのおかげでちょっと身近な感じはしますけど。お魚は。うちメダカ赤ひげ飼ってるよ。あ、今思い出したんだけど、うちの父方のね、本家ってその実家の方でね、すっごいこれ飼ってたの、100匹ぐらい。本物じゃん。本物だわ、そういえば。そう、だからほら、芸能界で前川清さんとか声飼ってる、はいはいはい、去年か今年かなんか優勝したとかって言ったよ、うんうんうん、なんか今日も来てたんじゃないかなとかって言ったけど、気がつかなかったけど。もうその時でもね、あのとにかく大事にこうネットを張って、あの猫ちゃんとかいろんなものが来ないように、うん、あとなんか日の当たり方とかすごくやっていてあんまりなんか見せてもらえませんでしただってその優勝したのは1億だったけどおじさんの持ってるのだってでこれは500万はぁーみたいなこっちは250万簡単250円じゃないんだぞとか思いながらさすごいねこれつまり内緒でやってるんだとかして内緒なんないじゃんこれ言っちゃったものすごい電波で言っちゃって発表しちゃってそうですかでも大体ね海外のインドネシアだったりとか持ってる人がね、うん、で鯉を預けるところがあるみたいで、うん、じゃあ投資だ顔にわあすごいそれでだから大間さんみたいにかけて、うん、次の後輩をさせるとか、うん、うまじゃんとか思って別世界だったよなかなかでも見る機会がないのでね、うん、面白かったいい体験でしたねそれはねまああんまりこんな感じのはいなかったねそうですよねおじさんたちとか、うん、そうだと思いますへえ知らない世界って面白いねまあそうそう本当にそうですよね知るって楽しいですよね後で見せてあげるけど平気でなんかすごい写真集とかくれるんだよへえすごいくれるんですかそれどうぞとかって言ったバイヤーでも何でもありませんけどいいですかって感じ前言ったかもしれないけど私自転好きじゃないですか、うん、だからその生き物のね自転もいっぱい持っててその時にやっぱりすごく希少価値の高い魚だとか鯉だとかっていうのを写真で見たことあるけどやっぱり全然違いますよねなんかその美しさというかいでたちというか優雅よね動きが、まあ、こっちも1億円って見てるからねそうだね、そこもあるかなって感じ100円、100円、100円じゃない100円じゃないでも本当面白い世界でしたすごい価値観だねとてもとても想像ができないわそんな世界ね、うん、まあどこへでも行ってみましょうそうですね、あそういうことですね、落ちとしては何でも行ってみて、なんかだってさあれよ、真面目な話したら自分の前に巡り巡って
ってきたものなんていうのはさ、うん、そんなに世界中のものが来るわけじゃないんだからさ、なんかあるわけよね、うんうんうん、そうだね、やってみて、やってみたらいいよ、うん、そうですね、食わず嫌いはもったいないさ、はい、ね、先人の先輩の言うことはね、聞いておけ、まあ、デスシはあんまり聞かずにここまでやってきたけどねオチをつけるとすれば説得力なまあどっちでもいいよ、はい、うん、楽しいことだったね、よかったですね、そうそうそう、はい、あのまたブログであげますけどね、うん、写真見せて、写真見せて、あ、そうですね、楽しみです、はい、糸端ミーティングこんな体験してきたぜ話でした、そういうの面白い ね、今度またそういうの話そう、またどっか行かなきゃそんな経験をしてきました、以上、クリスタル AAO、 誰かのお役に立てたら嬉しい大人たちの素敵な試行錯誤をお見逃しなく、できるとかできないじゃない、やりたいのかやりたくないのか、どちらを選んでも正解なんですよね、必要だから選ぶ、お互い様にありがとう、下町スピリットですよね、助けてもらった人は元気になったら同じことを誰かにしてあげたらいい、今度は自分が助ける人になるでしょう、なりたいでございます、うん、これね、私どちらかというと虚弱体質で大きくなりまして、うん、あんまりた、まあ、未だにね体力があまりないので、で下町で生まれ育ったでしょ、で下町って本当に近所のおいちゃんおばちゃんのね、まあ、昔って お買い物お母さんとこう一緒に行ってさ、うん、いつもいる娘がいなかったりすると のんちゃんどうしたなんて言うと、ちょっと熱出してなんて言うと、もう八百屋のおばちゃんがなんかこれ飲ませてあげてって、シソのジュース持ってきたりね、なんだりってあるわけよ、だ ね、だからそうしてもらったら、この間ありがとうって、なんか手伝うことないって、子供だから邪魔だっただろうに、そうかい、ありがとう、じゃあ玉ねぎとか剥いてくれとか、なんとかっていうね、なんかやったらまたやるっていうのさ、おばちゃんどうしてるとかさ、なんか困ったことないだったりさ、みんなが気にかけて一緒に生きてるのが下町だったのね、そうだよね、だから元気じゃない時は誰かが助けてくれて、自分が元気になったら今度助ける人になるっていうのは当たり前にあったものだったの、うん、でもそれが大人になってからこういう言葉をさ、こういう場所で言うと素晴らしいってね、なっちゃうんだけど、本当はみんなが何にもなくてもできるってこと、うん、自分の周りでそうすればいいだけのことだからね、そうだね、これで社会に行ってこいって言ってるわけじゃないんだけどさそうですねだから本当は身近にさ、うん、できることっていっぱいあるの、見逃してるなっていうのがいっぱいあるから、うん、そこそこって私たちが言い出しペグループがさ、うん、そこだよとかって忘れちゃってることとか本当にたくさんありますよね、立ってただけなんだと思うね、思い出せっていう、じゃあキリンさんの思いがこもっている言葉として柔らかく言うから違うんですよねまあそんなクリスタルのそれがお役目かなって、うん、メンバーたくさんいるから、いろんな形でそういう思いをね伝えていけたらなと思う2018年ですね、はい、はい、今できることを全部やりましょう、あなたの本気を応援します、この指止まれの花一問目、クリスタル AAO、 また来週。